Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さん、こんにちは、ラブです。今日はですね、実は2月の末に買っていた、こちら、iHerb のですね、箱、全然紹介していなくて、今回ちょっとスキンケアが多かったので、もうちょっと使ってからご紹介しようと思って、ちょっと今日まで伸びておりました。はい。なので気になる方はこのままぜひ見てください。はい。では早速なんですけども、今回はスキンケアと食品だけ購入しました。はい。まず一つ目はこちら、Dynamic Health のアップルサイダービネガー with mother というね。こちら、もう私は何回もリピしております。実は前はこのボトルね、グラスのボトルの方を買っていたんですけれども、なんか、あんまり何がそんなに違うのかっていうのがわからなくて、で、この、こっちはプラスチックなんですけども、そっちの方を買い始めました。多分ね、ボトル、瓶のボトルの方は確かハニーって書いてたんじゃないかなと思うんだけど、こっちはハニー書いておりません。はい。で、私はもうピクルスを最近ずっと作ってるんだけども、赤いオニオンのね、ピクルスを作っていて、前回の動画かな、にも確か、クックパッドのリンクを送ったと思うんですけど、つけたと思うんだけど、それで、どんどんなくなっていて、で、日本の、普通のスーパーに売っている国産の、リンゴ酢をね、使ってみたりしたんだけど、やっぱりここのが美味しいなと思って、また買っております。はい。これは、サラダのドレッシングとかにも本当にいいし、もうピクルス使っていると、もういろんなものに、サンドイッチに挟んだりとか、なんか炒め物の横に付け合わせにしたりとか、もうめちゃめちゃ使えるので、もうお酢というか、酸味が大好きなので、はい。ずっと買っております。はい。次がですね、これだけはね、まだ開けてないんだけれど、今までも何個も買っていたスパイスラブから、ソルトフリーのイタリアンシーズニングを買ってみました。今までの私が買っているスパイスラブのスパイスたちにはね、塩が入ってたんだけど、ちょっとこういうのついてるので、ちょっと開けてみるね。ここ2ヶ月ぐらい、本当によくお弁当を作るようになったので、前は週に1回とか、まあ一番初めは月に1回から始まったんだけど、去年の後半からね、私は本当にお弁当作れる人じゃなかったから、お弁当毎日作る人って天才というかもうすごいな、神だなと思ってた。すごい気力とモチベーションがないとね、できないわと思って。で、作り置きとかをね、するためにお肉をよく買うようになりました。本当にお肉を使わない料理ばっかりなんかしてたんだけど、別にベジタリアンでも何でもないんだけどね。なんかすごい汚い開け方になっちゃった。こんな感じで、これには、バジル、マジョラム、オレガノ、ガーリック、ローズマリー、レッドペッパーフレークス、セイブリー、タイムって書いてるんだけど、まあ大体ね、マジョラム以外は実は単品で全部持ってるんだけど、もう先に混ざっている何か欲しくて、オーブンで一気に焼いたりするときに、こう、はじめに素材に味をつけるときにいいなと思って。あ、いい匂い。あ、いい匂い。なので、チキンとかね、最近蒸すことにもハマっていたので、チキンとキャベツと玉ねぎとじゃがいもとかを、無水鍋、私はストーブを使ってるんだけど、それにバッて入れて、30分ぐらいすると全部出来上がるっていうやつなんだけど、そういう時の味付けにいいなと思って、ちょっとイタリアンのものを買ってみました。これをまた使って何か作った時にはですね、インスタの方に出そうかなと思ってるので、よかったら、インスタ、メイクより食事の方がよく出ているので、よかったら見てください。はい。その年に作ったものは全部、私のインスタのプロファイルの下のアーカイブに載ってますので、2021ぐらいからずっと載ってますので、よかったら見てください。はい。で、そしてですね、次はヨギティ。もうこれからティーです。ヨギティのもうこれボッコボコになって箱、ボコボコできたんだけど、スーディングキャラメルベッドタイムって言って、寝る時に飲むやつなので、キャラメル味のなんか、
甘い感じのものが欲しいなと思って、キャラメルとね、これカモミールだね。でシナモンとバニラかな、これこの絵はね、っていう感じで、いろんなちょっとふわっと甘いものがたくさん入っております。そしてあ、ルイボスティー、スイートルイボスも入ってますね。私もうめっちゃルイボスティーが好きで、ほぼ毎日飲んでるんだけれど、あのカルディでルイボスティーは買っていて、それを今飲んでおります。あの夜寝る前に、まあ私はだいたい夕方4時以降は、あの特に平日はですね、コーヒーとかカフェインを一切取らないんですけれど、まあ友達と会ってる時とか、外に外食する時はあの飲んだりするけどね、普段日常的には4時を過ぎるとほとんど飲まなくしていてですね。でも何か常に飲んでないと落ち着かない人だから、こういうね、あの、ディカフ関係のやつは常に置いております、家に。これはなかなか美味しかったです。飲みやすくてね。あの、すごい甘いわけでもなく、ほんのりとって感じなんですけども、うん。私、カモミールがあんまり得意な方ではないので、カモミールだけでは飲めないんだけど、こうやって混ざってると、まあ、若干ちょっと味はするけど、うん、大丈夫です。で、もう一つディカフなんですけども、これね、スタッシュのディカフ、チョコレートヘーゼルナッツなんだけれどね、これね。私はもうここ10年ぐらいスタッシュの紅茶は本当にいろんな種類を買って飲んでいたんですけども、これはね、私の中ではちょっと外れでした。なぜかというと、味がめちゃめちゃ薄い。うん。で、姉にも渡してみたんだけど、姉もちょっと薄いなっていうことで、お湯をだいぶ減らして、長い間、こう、お湯につけておいて飲んだら、まあ、いけるかなって言ってたんですけれど、うん、ちょっと、私には薄すぎたかなという感じです。で、それ、まあ、あの、香りはね、しますよ、この、チョコとヘーゼルの。でも、味とかそんなんは全然です。もう薄いです。で、それとちょっと似てるんですけども、またスタッシュで、ディカフのチャイスパイス。これも、若干味は薄かったけれども、これは時間を置くと、大丈夫です。こっちの方が、これよりは味が、濃かったです。うん。もう、どんどんね、飲んでしまえっていうので、もうほとんど、会社に持って行ってだいぶ飲んだんだけど、うん、私はこっちの方が好きかも、これよりは。うん、でもチャイをこれまあ飲んでね、まあティーバッグになってたら楽ちんかなと思ったんだけど、やっぱり自分でスパイスから作るのとは全く違うものだなっていう感じ。うん、もう簡易的に飲むならまあいいかな。はい、っていう感じかな。まあスタッシュは今回ちょっと残念だったような感じがします。はい。で、これで食品は終わりなんだけれど、ここからスキンケアね。スキンケアは本当に前回の動画でも、ご紹介したと、前々回か。私、もう今、すっごい肌荒れがひどくて、前々回の時はもう顔もすごかったんだけど、今ね、もう首だけがすっごい、もうね、これちょっとわかりにくい。もうここ、血が出て固まってんのよね。でもう、かゆくて、もうだいぶ、黒ずんでんのわかる？これ。顔ね、これでも、いつもと同じような濃いめの、低めの色塗ってんのよ、これでもね。いつもならもうちょっと差がないんだけど、今はもう首が、黒ずんじゃって赤くなったりして、全然色が違う。だからね、もう、こういう風にタートルとか着るようになっちゃうんですけど、あんまりこう当たるとね、痒くなるからやめとけって、周りには言われるんだけども、自分で見るのも嫌だから、家に帰るとね、まあこれを、この首元がないものを着たりするんですけども。っていうか今日はめちゃめちゃ寒くて、なんかすっごい明るくて、いい天気と思ったらいきなり雨降って、もう風がビュンビュンで寒くなってて、部屋の中でこんな大きいやつ着てますが、まあそんなことはどうでもよくて、そう、首がね、何を塗ってもちょっとね、もうついにステロイドをちょっと塗り始めたけど、それでも痒くて、だからまあもう放置してます。ただ顔の方が急にめっちゃ調子良くなってきて、
バリバリのやつが全部今もうなくなりました。わかるかな？で、まあ、ちょっとね、前みたいにすんごいバリバリの時には、こう、今からお見せするものは使えなかったんですけれども、ちょっとマシになってきてから、使い始めたやつね、をご紹介します。それが、まず、iHub で、ジョイにあったので、使ってみたいなと前々から思っていて、欠品が多かったんだけど、ナイトクリームも一緒に買いたかったけど、買う直前になってナイトクリームは売り切れたので、これはデイクリームだったのかな？だけを買いました。でもこれね、朝も夜も使っていいって書いているので、私ちょっと見てるの間違えてるかな。ユーセリンの Q10 アンティリンクルフェイスクリームと書いておりますので、シワにね、いいというユーセリンの Q10 の入った、クリームでございます。フェイスクリームなんだけれど、おー、これは、顔と首元に、朝と晩に、それだけ塗ってもいいし、メイクの下地としても使ってくださいと書いております。うん、それでね、これはその小さいシワとか細かいシワとかになんか効くって書いてる。まあ私はもう細かくなくて、だいぶここ深いんだけどね。はい、で中身がですね、こういうちょっと黄みがかったクリームで、ね、ニベアほど硬くない柔らかめのクリームで、もうスーッと馴染みます。で、つけたてはちょっとペタッとするんですけども、私はこれぐらいの感触が好きです。なんかすごい水分っぽい感じ。ペタッとより水分っぽい感じになります、最後ね。香りはね、さっきのイタリアンのスパイスの方が匂う。でもこっち無臭かな？全然何も香りがありません。はい。こんな感じで、ちょっとペタって感じになります。で、これだけでも、いいんですけれども、なんか、iHub の口コミを読んでいると、何？ビタミン C とかビタミン E と一緒に混ぜて使うとめっちゃいいみたいなことをいっぱい読んだので、それをやってみようと、ビタミン E、おすすめされてるビタミン E がずっと欠品中だったので、このジェイソンのビタミン E スキンオイルというものを買ってみました。ついでにね。これが、30ミリ入っていて、この、14,000IU って、この IU の単位が何のための単位なのか、ちょっと私にはわかんないんだけれども、まあ、低すぎず、高すぎずっていう感じで他のアイテムを見ていると、これを開けるでしょう。するとね、この赤のプラスチックのキャップがあるんです。で、これを毎回ね、こう、取ると、ベタベタするのよね。これ朝のスキンケアとか夜のスキンケアの時にこれを毎回やる。これでドバって出るので、これちょっとめんどくさいなって思って、するとですね、どなたかが無印のやつでポンプを買うといいみたいな、なんか詰め替え用を買うといいって書いてあったので、ポンプだったか忘れちゃったけど、私これを今、良品週間やってるので買ってきました。えい。こういう押すタイプね。で、まだ使ってないんだ、これ実は。出るかな。あ、出た。あ、いい感じ。ちょっとだけでいいから、本当にいいわ、これ。で、これを、さっきの、このクリームに、バーッと混ぜて、こういう、シワのところとか、シミのところとかね、かさついたところとかに塗るようにしています。それは、次にご紹介するこちら、何これは、アートナチュラルズのもう、ビタミン C セラムという、これ、ビタミン C のセラムなんだけど、ビタミン C のオイルもめっちゃいっぱい種類があって、いろんな口コミを読んだところ、まあ、これ、小瓶でね、使いやすいかなと、10ミリなんだけど、で、これ、スポイトなので、さっきより断然使いやすいの。
ところ、こっちは、オイルじゃなくて、シャバシャバっとした感じのもので、これは結構ね、ビタミン C のセラムによくある香りです。ちょっと、柑橘系の香りがします。で、こちらも、保湿いいと似ていて、どちらも保湿にいいって書いてあって、顔に少しだけ数滴だけを伸ばして、その上からモイスチャライザーとか、まあ、モイスチャライザー混ぜて使ってくださいって使ってもいいですよって書いてるんですけども、ビタミン C は、紫外線を防ぐとかいう役目もあるみたいなので、私はこちらを朝に、で、こちらを夜に、さっきのユーセリンのフェイスクリームと混ぜて使ってみております。本当に赤い時とかは、私はもうこういうものは、使わなかったんですけども、前の動画の、保湿に特化したっていう、ラロシュポゼのシカクリームか、あれとか、もっと優しいやつとか、ワセリンとかを使って保湿はしていたんですけれども、ちょっと顔マシになったので、今こういうものを使い始めております。まあ、シミがどうなったとか、そういうのは変化わかんないんだけど、で、シワネックがあるけど、でもね、いつもみたいにこう夕方になるともう、ここバシバシっていうよりは、保湿はね、高いんじゃないかな、保湿力は高いんじゃないかなと思います。うん。特にもちょっと肌、顔の肌は調子良くなってきているので、どれが効いてるかわかんないんだけど、でもこのクリームがすごい使いやすいなと思います。うん。朝起きたらね、こう、洗顔するときに、この肌触った感じがね、なんかちょっといい感じ。するというか、プンって感じ。うん。なので、これは気に入っております。うん。ちょっと当分やってみようと思う。で、こういうオイル系とかセラム系は、まあ、早くにね、劣化しそうなので、小瓶で私は、挑戦するのはいいかなと思います。うん。で、このビタミン E とかは、なんか、ネイルケアにもいいらしいので、私今すっごい爪が急に弱くなってて、ここ割れたりしててね、なんかちょっと引っかかるのよ。それで書いちゃうから、こことかすごい切れてて、なんか、シューシューって、なんか、出血しててさ、もうびっくりした。昨日もジム行って。なんか綺麗に切れてるから。何かと思ったら爪がね、割れてんのね。うん。だから、ちょっと、ちゃんとね、爪も手入れしてもらいたいんだけど、もうあまりにも弱ってて、まだいけておりません。という感じで、アイハーブのものはこんだけなんですけれども、ついでにちょっとさっき話出たんですけれども、無印で、良品週間久しぶりにやっていたので、2回今回行っております。はい。で、お見せしますね。何を買ったか。まずは一つ目。今もう実は飲んでいるんですけれども、この水出しの穀物ブレンド茶っていうものを買ってみました。これはイケアのクリップね。大麦、米、ハト麦、トウモロコシ、小豆の5種類の雑穀をブレンドしましたっていうことで、私は雑穀の香ばしい感じがすんごい昔から大好きなので、雑穀大好きだから。それに、今月の頭に小豆のワークショップに初めて参加させてもらって、小豆の良さを、改めて、学んだので、小豆茶を飲みたいなと思ってたんだけど、これは小豆茶じゃなくて、小豆も混ざっている雑穀のブレンドティーになります。うん。で、これね、一袋で、1リットル出るやつが40袋も入ってて、水出しもできるんだけど、1リットルなかなか出す、何、ポットを持っていなかったので、もうとりあえず、何時間も待てないから、お湯で10分で、出るらしいので、それをお鍋で、に熱湯を注いで、この一袋入れて、で、10分で取り出した後、まあ、その時にも飲むし、で、一回飲んだら、700cc ぐらい入る、ボトルはあるので、それに入れ替えて、冷蔵庫にしまって、次の日に飲むみたいなことをやっております。うん。もう冷蔵庫もいっぱいだからね、物も増やしたくないんだよね。うん。すごい、ハト麦っていうか、なんかもう麦茶っぽいよね。麦茶の香りがします。なんか、
これも、ノンカフェインだから、夜も飲めるし、一日中飲んでても大丈夫だから、まあいいかなと。はい。で、次はもうずーっとリピしてるんですけれども、オイルクレンジングの敏感肌用、こちらですね。これの一番大きいボトルを買っております。もうこれはずーっと置いているので、常備していて、やっぱりこれがメイクを落とすのにすごい私には合ってるなと。もう、めちゃめちゃ濃いメイクもしないし、ウォータープルーフ系もほぼ使わないんですけども、うん。オイルだけど、あんまりもうバシバシになるようなこともないし、ちょうどいい感じです。はい。で、敏感肌用なので。で、一番初めね、無印のやつを使い始めた時は、ジェルを使ってたんだけど、なんか友達になんか、オイルそんなに、私ジェルの方が優しいと思ってたのよ。そしたらオイルの方が、なんかさっぱり感は少ないみたいで、うん、こう全部、油も全部、油分も取っちゃうみたいなね、乾燥するような感じはこちらにはなかったので、こっちに移行して以来、もうこれ5本ぐらい使っています。で、もうすぐ前のがなくなるので、買いました。だからジムにもね、これを小さいボトルに入れて持って行ったりしております。今は前に紹介したクリニックのやつ使ってんだけどね。で、さっきもご紹介したこちらのボトルでしょ、買ったのがね。で、最後に、これもジムで使おうと思って、エイジングケアのオールインワンクリームのこのトラベルサイズっていうのを、お試しサイズっていうのかしら。こちらを買いました。これね、大きいやつが試供品じゃないや。まあ、試供品か。で、トライアウトのやつでお店に置いてあって、使ってみたら、あ、なんかめっちゃ良さそうと思って買いました。結構ね、さっきのクリームと違って、ユーセリンのクリームと違ってね、こっくりとした、しっかりとしたクリームです。で、うん、いつもね、ここのエイジングケアのシリーズ、いい匂いで、前のクリームもいい匂い、これもいい匂い。これは何の匂いなんだろう。すっきりと、フラワーなんだけど、爽やかな香り。これはですね、洗顔後、適量、サクランボ粒、結構大きいね。サクランボって。を手に取って、顔全体に馴染ませてください。これにはね、米ぬかの発酵液とかも入っていて、グリセリンも入ってるね。で、すんごい、ごめん、もう私今目がね、すごい視力は悪くなっていってて。で、ついでにもう、老眼も入ってきてるんじゃないだろうかと思うぐらい、もう細かいのが。あ、マンダリンオレンジが入っておりますね。ベルガモットも入ってる。だからいい匂いなんだね。パルマローザ。ローズってことかしら。いい匂い。で、ホホバ種子油も入っております。で、まあ、もうめちゃめちゃ、ローズマリー葉エキスとかね、ヨモギ葉エキスとかも、めちゃめちゃ入ってるものが多いんだけれど、なんせ、かなりしっとりするので、私はジムに行って、洗顔、クレンジングをして、もうその時に、まあ、ある程度保湿をして、家に帰ってからちゃんと、スキンケアをしたいなと思っているので、その間、保てるぐらいのものがいいなと思ったので、これを買ってみました。でもこれ、本当に夜使ってもいいかも。寝る前とかにも。一回やってみようと思います。オールインワンなんで、まあ、どこまで保湿できるかわからないですが、うん、今のこの調子のいい肌ではこれだけでもいけるかもしれないし、あと、春先ね、まあ、真夏になるとまたちょっと、なんていうの、油分が増えてくるので、濃いすぎるかもしれないんですけれども、うん、春とか、今からいいんじゃないかなと思います。ここのスキンケア、エイジングケアって結構、口コミもいいので、いいんじゃないかなと思います。はい。今回買ったのはこれぐらいかな。あ、あとカレー買ったわ。常備しとこうと思って、常備というか保存食用の感じで、カレーを買いました。はい。そんなわけで、最近ちょこちょこっと買い物をしているんですけれども、皆さんは、用品収集でいつも何か買ってるものとかありますでしょうか？私はね、あとコットンもね、いつも買うんだけど、今回もうすでにバックアップがあったので、買ってないんですけれども、うん。食べ物とか、おすすめありますか？なんか、いつも見てもさ、なんかすごい見て、そのまま帰っちゃうんだよね。
わかんなくて。うん。なんかいつも買って何を買ったか忘れてそのまま終わるみたいなこともあるしね。最近物忘れがやばいから。はい。また長くなってしまったので、ちょっとここら辺で終了したいと思います。では皆さんもなんかもういろんな天気の気温の変化が激しいですけれども、花粉とか、もう、黄砂とか、PM2.5 で、もう私みたいなこんな肌に悩まされている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。もう一緒に乗り切っていきましょう。はい。では最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。Thank you so much for watching till the end, and see you next time. Bye!